有限会社人事労務の農業担当、瀬田山と申します。よろしくお願いいたします。本日は、若者に魅力ある農業をというテーマで、地域を代表する農園のマーケティングという視点でお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 でえー、本日あのゲストで来ていただきました、えー、長野県佐久穂町の野良倉農場の、えー、萩原さんをはですねあのまさに地域を代表する農園ということで佐久穂町っていうのが有機農家さんが非常に多いところなんですけれどもその中でもですねあの非常に4ヘクタールという大きい規模で。 あの農業をやられておりまして、であの流通もですねいろいろ考えながらやられているので、今日はちょっとあのそういったところのお話を伺えればと思ってお呼びしております。ただ今の時期の野菜で、まあ春菊とかあの野菜ボックスに入れたりするんですけど、えー、春菊ってなんか冬のイメージがあるんですよね、えー。そうですね。春の菊って書くぐらいで今の時期すごい美味しいんですよ、うん。で、あの毎回その 野菜ボックスの中にレシピ集を入れるんですけど「今回の野菜セットではこういう料理どうぞ」みたいな感じで毎回こう入れていくんですけど例えばあのもうあと数字で「新にんが取れるんですけど「ニニ今の時期の春菊は新にんと塩と春菊だけであの炒めてください」っていうともう絶対これで食べてみたいなぐらい書くとやっぱりもう反応があるんですよね。うん、あの まあ、例えばあとこれ今日持ってきたんですけど、はい、あの数時間前だまでうちの畑標高 1,000m の畑に植わ、うん、<laughs> ってたチンゲンサイちょっと大きめなんですけどチンゲンサイってなんか中華のイメージじゃないですか、はい、僕も中華のイメージだなと思って作ってたんですけどす、ね、なイタリアンのレストランさんから何か注文来るんですよ毎回、えー、毎週来るんですよ。これ何にに使っってててんですかって聞いたらあのバーニャカウダーにこうディップしてこう つけるとえー、チンゲン菜ですかと思ったらやっぱこの茎の部分のあのカシュっていう食感がバニカと絶品に合うんですよ。でこれは僕も知らなかったんですよね。でこれやっぱ乗せると今度またそこを乗せるとワっとまたチンゲン菜にこんな食べ方があるんですねっていう。うん